どうも、あいちです。今回はですね、休校中に、どういった勉強をしていったらいいのかっていうところと、来年受験生になる方が今から何をしていったらいいのかっていう質問が今いっぱいいただいているので、それについて答えていこうと思います。それではまず休校期間中の方なんですが、大体の方がその1年間、例えば中学校2年生だったら中2で習った1年間で習ったことの復習をしようと思うと思うんですね。で、その発想で正解です。 OK です。で、使うものは例えば学校の教科書だろうか、学校のワーク、自分で買ってきたね、書店で買ってきたワーク、塾のワーク、何使っても構いません。これじゃなきゃダメってものはないので、どれをこれで勉強したいなと思うものをピンポイントで1個決めて、それを使ってやっていきましょう。で、やり方のポイントなんですけど、これは欲張らないっていうのを大事にしてください。確かに、休校期間あとまだ1ヶ月ぐらいありますよね。あの新年度というか4月8日ぐらいまで1ヶ月ぐらいあるんですけど、言っても1ヶ月です。そんなにいっぱいできないです。できない。なのでターゲットを絞ってください。例えば理科だったらこの単元をまず集中的にやろう。数学で2年生だったら証明がね、あんま得意じゃないなって、証明をある程度できるようにしたいな、それを目標にしようみたいな。1年間をまるまる復習しようっていうわけではなくって、ここを集中的にやろうっていうのをテーマを決めてやっていってください。そしてもう一個大事なのが、勉強するとできるようにするの違いをはっきりさせておきましょう。ただ単に問題を解いていく、勉強してますよね。ただ勉強するだけ、問題をこなすことだけを集中してしまうと、結局問題数はやってるんだけど定着してないから、あれ1ヶ月結構勉強したのにできるようになってないっていう事態になります。そうじゃなくって、勉強っていうのはするんだったらちゃんと頭に定着させるんです。人は機械ではないので1回では覚えられません。やった問題、できた問題だったとしても、例えば期間を置いて1日後、次の日にもう一回確認するとか、確認して3日後にもう一回確認するとか、タイミングを見計らって必ず反復練習をする。そこまでをセットにして、絶対やったものは定着させるんだ、抜かないんだというふうに意識してやっていってください。ここまで復習の話をしたんですが、3月でやるはずだった勉強ありますよね。例えば中学校2年生だったら確率、中1だったら資料の活用とかになるわけなんですが、でそこに関しては今ね、そこ板書載ってますけど、今板書はもう作ってあって、一章分確率のまとめ動画っていうのを必ずこの春休みというか休校期間中に投稿します。で、中学校2年生の確率と中1の資料の活用についてはもう板書作ってあるので、ちょっと今喉がまだ調子悪くてですね、授業動画に喉が耐えられないんですね。あの咳込んじゃって、なので来週か再来週ぐらいまで必ず休校期間中には投稿するようにします。で、責任持って分かりやすい動画投稿しますので、それまでは安心して復習の方に時間を割いてもらえたらと思います。そして最後に受験勉強に関してなんですが、例えばじゃあ中学校2年生でここから受験生になると、何やってったらいいのかなって思うと思うんですが、基本的には復習でいいと思ってます。もちろんすごい進学校とかを目指す方は復習と予習をプラスでやった方がいいです。数学とか、理科とかも全部そうですけど、前倒しでやっておいて公式を覚えないと過去問に入れないんですよね。やっぱり過去問に早めに入った方が、特にね、高いところを目指す場合はそれが必要になるので、復習と予習のセットが必要にはなるんですが、基本的には復習メイン。ただ、最初にも話したように、2年生だったら1年生と2年生のね、2年間分の復習が必要になります。全部やろうなんて絶対無理だからね。そんなことは不可能だ。だからターゲットを絞る。で、どこを絞ったらいいのか分かんないね、それも思います。できれば受験に出やすいところやりたいじゃないですか。やったことがね、ちゃんと受験に出て得点アップにつながった方がいいんですけど、それは蓋を開けてみなきゃ分かんないです。みんなが受験本番で問題用紙をめくるまで分かんない、何が出題されるかは。だったら今苦手だと思うもの、今これを伸ばしておきたいなと思うものをターゲットを決めてやっていきましょう。それが一つじゃなくてもいいです。一つでも二つでも三つでも構わない。自分が絶対にやりきれると、この1ヶ月でね、やりきるんだと心を込めて思えるものを決めて、ぜひやっていってもらえたらと思います。